続いては五番の文法です動詞のて形欲しいです n 語コースでは名詞が欲しいです動詞のます形たいですなど自分の希望や願望いう文型を勉強しましたね今回勉強する 動詞のて形欲しいですは話し手は他の人に何かをすることを希望するときに使いますでは例文を見てみましょう一緒に読みましょう1皆さんこの漢字はちょっと難しいですがたくさん練習して 正しく書いてほしいです。二、彼は嘘をついた。謝ってほしい。 3手伝ってほしいことがあるんだけど3番の例文を見ると「何々てほしい」も「い形容詞」として使えます。名詞を 手伝ってほしいこと。また何々てほしいです。は、目上の人に対してあまり使いません。その時は第13課で勉強した何々ていただきます。を活用して何々ていただきたいです。を使います。 以上、第15課の文法でした。今回はようにを使っている文法がいくつかありました。後の動詞によってセンテンスの意味が変わりますのでご注意ください。また、何々ところですの使い方はとても大事ですので、よく復習しましょう。